ちょっと聞いてみたい質問があるんですよ。何ですか？あのやっぱ五等分の花嫁ってやっぱこう女性が多い。多いですね。アフレコ現場だったと思うんですけど、ええ、松岡くん的にそのどうだったのかな、居心地っていうどんな感じだったのかなって思って。そうですね。しかも実はこういったこう女性ばっかの作品って、うん、実は久々だったんですよ。あ、そうなんだ。ええ、だいたいなんかその前あたりまでは結構その男子がいっぱい出る作品にすごい出てて、でみんなで休憩中バカ話とかしてっていう話とかの現場が結構多かったんですよ。ね、だから五等分はですね、なかなかに二重の意味で緊張しましたね。一つ目は主役っていう立ち位置だからっていう。そうだよね、プレッシャーあるよね。そうなんです、うん、ちゃんと主軸としてブレちゃいけないっていうのを、うん、やっぱ一番最初の頃から先輩とかにも言われて、そうだよね、これだけはちょっとブレちゃいけないなっていうのがあって、うんうん、特にもう主役の現場だと僕極端にもうほんと喋んなくなるんですよ。確かに私が知ってる作品でも松岡くんは全然喋らない、ね、主役じゃない作品だと、うん、大黒柱じゃないんで、うん、みんなで大黒柱を攻撃するんですよひどいじゃん、ひどいじゃん。いや、お芝居でですよ言動じゃないですよ。休憩の時にお前なんだよあれみたいな感じじゃないですよちゃんと芝居でアタックをかけていくんですよ、うんうん、あ、なるほどね、どういう風に来るかな、こいつなら大丈夫だとか、この子なら大丈夫だ、はあ、ほうほう、なるほど、そうなんだ、でみんなでこうジェンガ落ち着きますみたいな感じ で、やっていくんですけどね。ちょっと違う作品で松岡くんと掛け合いしてみたいな、どんな感じなんだろう、やりたい方でやってますよ本当にそうなんだ、楽しみだなそれ、すごい、はい、なので、うん、そっか、そうだよね。でも主役だとね、やっぱこうなんか座長としてもなんかちゃんとしなきゃみたいな感じになってプレッシャーかかるよね。そうなんですよ ね、本当に。